ははいこんばんば山と申しますさあ今日はね、何をやっていこうかというと、まあまあまあサムネイルにもなってるんでね、そのまんまなんでね、引っ張ることも、ね、ないからとるうんですけど、まあ、コンプティークを買ってきたんですよ。あの、アニメといってね、あのちょうどあの、アニメとか、インママのなんかね、あのキャンペーン、インママのキャンペーンってわけじゃないのか、アニメーのキャンペーンでね、あの、その、本 書籍類を買うとポイントがたまってそのポイントでどうのこうのっていうねキャンペーンやってますとまあ、えー、と6月いっぱいなのかこれ,これが上がる時にはギリギリな気もするけど28日か29日ぐらいに上げてると思いますんでね、えー、あれなんですけどね。 まあそんな感じでね、えー、金合いでね、ちょっとアニメートに行ってきたわけですよ。それもうよかいちのね、アニメートに行ってきたわけでございますよ。まあね、これはもうね、聖地巡礼だと。聖地巡礼になってるのかわかりませんけど、ね、なんならあれかもしれませんけどね、あのうちが昔働いてたあのベルシックとか白羽の方のがね、あの、なんなら、あの、来てた可能性がありますからね。そっか。 十分あり得るな。あの、画材とかその手のやつ買うっていうと、大体白うな、四日市で買うって言ったら、基本白用が結構メジャーなところなんで、文具館ですけどね、うん。で、コピックとかそのあたりの取り扱いやってるよって言ったら、白用の、そのベルシックとかにもあったんで、あり得るな、あり得るな、ね。 あまあまあ年齢によっちゃ全然ありえますよね、うん、っていうところだったりするんですけどまあそんなことは置いといてええー、置いといてそれでねえー、行ってきた時にまあちょうどねコンプティークをパッと見たあポクピンネットだというのでねえー、えー、あコンプティークでやってんだっていうのでね、えー、買ってきたんでねこれを見,よ見るっていうだけだとちょっとねあれですしまあ中身映しませんからねあれなんですけどなんとねじゃじゃん ちょうどね、家の棚を漁ってたらね、古いコンプティークが出てきたんですよ。これがね、えっ、ー、とね2002年の、えー、2002年の3月号ってなってますね。あと2002年3月の、えー、コンプティークが、えー出,てえー、出てきたんで、ああのねな、まあまあまあ、昔からね、この頃からね、まあまあオタク的なことはやってもしたんだよね、えー、まあ、あってもおかしくはなかったそいやなんかも どっかになかったっけなと思ってね、探してたら、やっぱしあったんで。じゃあ、ちょっと、2002年からの3月から、これが2023年の7月後ってことで、えー、この、えっ、ー、と、ですから21年か、21年のね、えー、間にコンプティークがどのように変わってるのか、これでね、またオタク業界の違いっていうのもね、分かってくるんじゃないかなということでね、さっそここのね、ふたとはね、実際に、 今日はね、読み比べをね、していこうと思います。多分、中の記事とかはね、あまりね、映すとよくない。もうこっちは古い記事さすがに多少あれかなという気はします。一応、著作権絡みで言うと、許は撮ってないとね、いけませんので、あれなんですけど、まあ、表紙とか、えー、パパっとね、いたところ。あの、実際にあれです。あの、ですから、あの、こっちの方はね、多分、えー、まだ変えるまだ変えるかな 7月号だからまだ買えるんじゃないかな。えっ、ー、てことでね。えー、なんでね、あの、ぜひね、ポコピーランドのね、特集がね、ちょっと気になったんでね、うちはね、あのー、VR チャットは持ってないんですけど、まあまあ、一応、つけようと思ったらつけれんことはないかな。あのー、ちょっと、あのー、配信とかするにはちょっと厳しいんで、あれなんですけどね、ちょっと気になってたんで、ね、どんな感じかなというので、ね、買ってみました。ということで、まずね、じゃあこのやつをね、どんどん見比べていきましょう。と言っても、もう、あのー、 もう垂れ流しでやりますけどねさあさあ早速見ていきたいんですけどまず大きな違いとしては大きさが実は違うのねあのね昔のコンプティークでちょっと正方形型だったんですよ今のコンプティークの方がいわゆる通常の雑誌っぽいサイズですよね、えー、になってますよっていうことで、えー、この辺りが大きな違いあとはねまあでかい違いは実はね厚みが全然違いますこんな感じです そう、あのね、確かね、昔のコンプティークは、漫画の連載はなかったんだよね。で、えっ、ー、と、まあ、ああの、ま、あ、多少、ちら,ちらっと映るぐらいだね、から、えっ、ー、とね、懐かしいな、懐かしいなーっていうのがいっぱいありますけどね。まあ、基本的には、えっ、ー、と、読者投稿のやつとか、まあ、えっ、ー、と、あ、一番簡単な漫画に載ってるな。なん、何の漫画だこれ何の漫画だえっ、ー、と、 ドットハックだ。ドットハックで懐かしい。あったね。えっ、ー、とね、確かテーマソングはシーソーでしたよね。懐かしいな。この頃は2002年だから、まだそっか、ベルシック履くようがあった頃だから、うちもベル,ベルシンに通ってた。2002年8月、3月だと通い、ん ?2002 年3月だと、こ、大学入る前か。 だから、一応大学受験やってた頃か、あれもう,うちはあれか、あれや一応やってたな、あの、もうダメもうそんな感じの、えー、と一応第一志望が名古屋一一大学だったんでね、それの受験がまだあったかなっていうところらへんですけどね、今全然ダメで、あのえー、まあ中京大学行きましたけどねっていう感じでしたんですけど、というこくらいが懐かしいな、ですので、大きく違うのは、まあ、厚みは全然違う。で だからこっちは漫画が結構載ってますもんね。今のやつって、そういえば。そうそうそう。そういや、昔はなかったね。いつからだったですよね。いつからこんなにバ、<laughs> いつの間にこんなに分厚くなってたらしいですね。で、価格は、えっ、ー、と、こっちが880円。コンプティえっ、ー、と、昔のが880円で、今のやつが、えっ、ー、と、1000円。税込みでね、えー、税込みで、こっちが880円で、こっちが1000円というふうになってますよと。 ええー、いう感じですね。ちょっと値段は上がってます。まあこんだけ分厚くでかくなってますからね。まあまあまあ十分考えられる。そんなに、だから値上がりっていう感じ。まあ値上がってるのは上がってますけど、こんだけ分厚くなってたらね、またちょっと話も変わってくるのかなっていう感じがしますね。ええー、ということでございます。で、何の特集やってるのか。今月はね、ちなみに今月は、えー、表にドンと出てるのがポコピーですね。えー、えー、っと、ちょっと前にね、できました。えーっと、 あれですね、ポコピーランドがあのできまして VR チャットの、えー、中でできている、まあ、遊園地ですねまさにあの VR 業界の遊園地を全部ねそのポコピー監修で作るっていうのでやってまして、まあ、相当ねやあの予算もかかって、えー、結構人手もかけてしっかりと、えー、作り込んであるんで、まあ、実際に見に行ったあの、ね、その私は VR チャットで、ね、見に行けたりはしてないですけどその 実際に VTuber さんとかのね、配信とか結構やっぱ行って入れる方が多くて、うん、そのね、やつ見てるとすごく完成度高くてすごいなという感じがしますね。で、実際これも中で特集で、中のポコピーランドの映像とかもいろいろと、えー、出てますね。この辺りはね、えーえー、チラッと、うん、チラっと持つ線、ね <laughs> えー、あれですけどね、いろいろと、その、 えー、各あの、本当にあのテーマパークみたいにいろんなあのエリアに分かれておって、そのエリアごとにいろいろと解説がしてやるという感じですね。で、いろんなそのアスレチック、アトラクションの、えー、説明も、えー、全体に通して、何ページ ?20 ページくらいとかってるのかなとか、うん、ってできてますね。えっ、ー、と、他には、あ、対談とかね、いろいろと載ってるんですけどね、という感じですね。うん で、えっ、ー、と、ピーナッツくん、ポコピーは活動自体は長いですよね。えっ、ー、とね、2017年の6月からピーナッツくんの活動を開始して、ポコピーとしては、えっ、ー、と、2018年の2月なんですね。えー、ですから、うちが YouTube の投稿は2019年の1月ですから、うちが YouTube の投稿を始める1年前と、まあまあ、まあ、まあ、あのニコロの方はね、投稿はね、昔からやってるんで、まあ、あれなんですけど、という感じらしいですね。 えー、ちょうど毎日投稿始めたのが2019年1月だからその頃にうちがちらちらっとこうって YouTube でもね投稿始めたっていう感じですねなるほどなそう考えるとかなり歴史を感じますよねちなみにあの一応ね2019年の1月に始めるときに一応あのうちも VTuber っていうのは選択肢にちょっと一瞬入れてたんですけど うん、どうかなと思ってたんですけど当時があのね当時使ってたのが今のねパソコンじゃなくてもっと古いあのかなりスペックが一応、えー、とインテルの i7 だけどもう10年もののパソコン使ってたんですよね。 えー、ですのでかえ、10年はオーバーか、6年ものぐらいかな、えー、6年落ちぐらいの、えー、第3世代の i7 だったんで、のやつを使ってたんで、さすがにね、ちょっとねで、しかもノートパソコンでっていうことだったんで、ちょっとあの VR の、ね、やつをねあの、でやるにはね、ちょっとしんどいかなという、えー、気がしてたんで、まあ、実際には 2D ライブチャット、あのたりとかを使えば、あれだったんでしょう。たそのの当時知ってたのがキズナアイ ちゃんは一えっと,で、えー、とねあのー、未来あかりちゃんがねずっと見てるよって話はどっかしてたと思うんですけど未来あかりちゃん見始めたって YouTube 始めた後なんですよねうんあの2019年のスーパー GT 参戦で知ったんでそれでだったんでその前はだから本当にキに絆あいちゃんっていうのがあのー、いるなーっていうのはねちらっと見たことがあるぐらいだったんであフルモーショントラックでああいうのを動かすっていうとその ね、そんなに VTuber の知識がなくてもパソコンの知識とかグラフィックモーション グラフィックというかプログラミングの知識を軽くね一応ベーシックの、えー、VB とかそのあたりのやつをくちゃ軽く触ったことがあるんでたい、まあ、そのまあこれくらいのスペックいるよねっていうのはだいたい動きとか見てると分かるじゃないわかるんですよそうするとねあこれはちょっと当時のパソコンだと多分ね2 3 0万今のパソコンでもねうーんとね配信やろうと思ってやっぱり20万は絶対いるね30万は欲しいかなっていう感じのね、えー、パソコン、えー 環境スペックになってくるのかなというところなんでまあまあ元々、ね、もともとねうちの場合2009年から顔出しでやってる人もういいやということでございましたね、えー、そんな感じでございましたということでございません、ね、でちなみに、えー、とポコピーがドンとあって、えー、びっくりしたのは、えー、と次に来てるのはなぜかこんなとこに展開さんいるんですねと思ったらあの新規リーグの特集もやってるんですねすごいね新規リーグってコンプティークで特集 が組まれがまるくらいにまでもうね、大人気のコンテンツ、まあ実際、急上昇とかでも、もうランキングに、ね、常連で入るようになってますし、えっ、ー、と、プロモーションブービーとかも40万再生とか50万再生いってるん。って考えると、個人税で、えーね、主,主催でやってるゲームのイベントとしては、多分最大規模。 になってやもう多分コンテンツとしてはね、まあ実際にはそのね、その、えー、そのチーム戦でやっておって、まあ、えー、と知らない人もいるのかな、えー、うちのチャンネルからだとあんま新規リーク知らない人もいるかもしれないんですけど、いわゆるゲームの、えっ、ー、と、マージャンですね、マージャンのゲームで、えー、チーム戦で戦うよっていう、あの M リーグっていう風にね、今やってるじゃないですか、マージャンの方で。あれと、あれに準拠するような形で、実際に、 M リーガーの、M リーグの選手の、えー、人が、えーと、今年は5チームね、5チーム、5人監督として、選手ね、あの現役の選手、やってる選手の人が5人、えー、来て、えー、監督、まあ、選手権監督みたいな感じでね、えー、監督っていう形で、えー、実際 VTuber の方と、えー、あのチーム 作って、5チーム作って、それでチーム戦で戦うというような、麻雀のチーム戦、まあですか団体戦み,みたいな感じですよね。うん、で、やってるというのがあって、まあこれが去年から始まっ,とって、私も去年の終盤、もう本当、終わりかけぐらいに知ったんですよね。で、えー、それで、 えー、こんなんやっとるんやっていうんでね、えー、あのちょっと興味を持ち始めて、まあそっからですからオフシーズンにいろいろと知って、ああ、こんな面白いことやっとったやんや、まあね、最初からしっとったら多分ガッツリ見とったなと思いながら、えー、だったんですけど、っていうところで、今年は結構ガッツリと見てるところなんですけど、まあ、そんな感じで多分ね、実際増えてるんでしょうね、新規リーグが、馬娘より先に来てるよ、ページ数。ポコピーがね、当然関東特集であるんですけど、その次が新規リーグなんだ。すごいな。 で、どんな感じなのかなえっ、ー、と、新規は、えっ、ー、と、これらの、ね、新規リーグに注目っていうので、えっ、ー、と、冒頭に新規リーグの全体の説明か、えー、のっとって、まあ、えっ、ー、と、主催の天海さんのね、天海さん自体は、えー、個人戦なんですけどね、えー、今回は、 えー、まあ,あの、いろいろ特集組んでるあのチャンネルさんがもうあちこちにあるんで、まあ、うちであのそのたりをね、ちょちらっとチラッとね、新規リグって言って調べてもらったら、いろいろ出てくると思うんで、分かりやすいかなと思うんですけど、今回も結構二次、三次多いですもんね。うん、そう、えーと、個人税が1、2、うん、えー、と、うたいさん、もこちゃん、うん、天海さん、個人税が1、2、3、 あニーナちゃんもそうか。ああで、えー、4か。で、2時3時が多い。今年増えましたよね。1、2、3、4、5。諦めちゃんか、6か。6人、2時3時から出てきとって、あとは、えっと、7シンクから2人。えー、で、えー、あれ、ここ、あここ、ネオポリテが載ってねえんだ。あ、そうか。 えーっとだからあとネオポルテてから3人って感じでね、えー、出てますけど。と、うん、いう感じであのですからその23時でもマージャン大会とかよくやってたりするのがねあのワートコンテンツであってホロライブって実はやらない。 マージャンの竹ってないよね言われてみたらね、マージャンもやらないなっていうイメージがあるけど、まあ、実際はあの打てるあのライバーさんも結構いるみたいですけどね、何だったっけなんか前にスバルの配信がなんかでやってたよね。あのあの初心者が集まってマージャンをやるっていうんでね、あんまりあれの時に解説やってる人がちゃんと解説してたんで、ってことはあ、えー、と誰があれ解説やってたっけちょっと覚えてあ、あまりにも試合内容がすごかったんでね、あれだったんですけど、えー、でこっちに関しては、えー、とどちらかと。 というとかなりガチめなメンバーが揃っているまあ実際実際プロの人がね入ってやってるぐらいですからね相当ガチな感じのガチな、うんえー、戦いですねまあんだろうな M リーグよりはエンタメ性を重視はしてるのかなまあっていうかそのプラットフォームとかがねオープンソースで全部公開してやってるんで実際にですからこれを配信やるよっていう時には えー、メインのチャンネルで、天海さんところでメインの放送が流れて、そこから4チャンネル、えー、それぞれのチームが、えー、応援配信をして、さらにプレイヤーが、えー、その対局配信をするっていうような形で、10、え、ですか4、4足す4で、489。プラス、あ、1チーム、だいたい抜け場のところも何かしらその回、回線配信やってるんで、10チャンネルが同時でね、 YouTube 上でババッとあの展開するんですごくでかいコンテンツになってますねライブビューイングとかもすごい人が入ってるみたいですもんね。誰だ,だ,だったっけあのなんかライブビューイング行ってきたよっていうやつ、周りでもいたんですよね。周りっていうかね、東京に今出て,てるやつですかね。うん、見ましたね。えー、と、かねあったりしますけど。で、えー、と全体の説明があって、 まあ、ジャンタマ使ってやってますよという、そう、ジャンタマっていうね、やつをかってやってるんで、えー、吉田さんのやつですね。そう、で、でね、まあ、興味を持って、まあ、うちもにちょっと入れてみて、まあ、ちょっともしかしたら、できたら配信もね、やっていこうかなって思ってます。まあ、他のやつ、マジャンゲームでもどうかなと思ってたんですけど、まあ、あの、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、私はもともと観光でやってたんでね、まあ、正直、ジャンタマの運営してるあの会社さんがあんまり、 あまり、まあアズレにやってるところなんで、あずるにやってるところなんで、まあ正直、あまり、あの個人的には、まあもともとはあの、そんなに、うん、うん、どうかなっていう、えー、ふうには思ってた、えー、ところなんでね、まあなんかそこ、ね、この辺というね、に乗っかるのもどうかなっていう思いもあったんですけど、まあとはひえね、あのー、麻雀関係だと今もう完全にマジョリティ、あのー、えー、メインはね、 特に配信とかやってる人たちとかってなると、もう、一番やっぱし、多分メインで使われてるのはジャンダーマンかなっていうところで、ほ、まあ、他にもいろいろとあるにはあるんですけど、まあ、だからファイトクラブとか、ね、でそのランとかも、えー、検討はしてみたんですけど、そもそもあの、その配信で使うのに、フリーであの自由にどうぞ使ってくださいね。で、あの収益配信、あのなんかスパチャとかつけても、ライブ配信中にスパチャとかつけても、大丈夫ですよっていう規約になってるのが、そもそもジャンダーマンぐらいしかないんですよね。うん 他のところは基本的には NG なんですよ、そういうのが。っていうふうになってるんで、そのあたり規約見たらあの、全然大丈夫ですよっていうふうになってる。あれは、これは多分今後も、あのそういった感じで、ね、そのあたりのところ、プラットフォームを、日本企業で、まあ一応日本企業なのか、ヨスタって、まあ、まあ中国系なんです,の、ね、ところですけど、まあ、そのあたりとかがね、あの 日本企業税もね、そのたりしねえと、ちょっと厳しいのかななんてこともね、思いつつね、まあ、そんな感じなんで、当然、この YouTube で配信でってなると、やっぱりこれは邪まが基本一本線になるかなっていうのでね、ちょっとね、まあ最初は多分、操作関連を覚えながらっていう感じでね、やっていくのかなっていうふうに思ってますけど、沖縄なし配信は難しい、あの、ちょっと準備、えー、しないと、さすがに配信、 できないし配信だとねうちだとね夜中のだってさ夜中の4時とかから配信やっても朝の4時とかから配信やっても。 通知が迷惑なと、ね、ころになってくるんでね、どうしようかなと思ってるんですけどね、まあ、個人チャンネルの方だったらいいかな、どうかな、あっちだったらどうせね、あのね、あっちの方ね、今、あと昨日収録した動画で、ね、もう全然再生数が入らんから元に戻そうって話をしてたんですけど、あの急それから投稿した瞬間から、ね、急に、ね、3000再生とか入り始めたんで、ね、ズコンとなってるんですけど。うん 夜中の3時とかに入ったら、あのアメリカの時間なんです、ね、アメリカの西海岸とかがちょうど昼過ぎになるのか、それぐらいの時間に。そこら辺になんかやったらアクセスが来るようになってるんで、ブラジルとアメリカはあと、まあ、インドネシアが別の時間帯で来てるなっていう感じですもんね。で、いうのは置いといて、それは、まあちょっとこっちの方の話は置いといて。で、えーと、特集としては、ですから新規リーグがどこまで撮って、すごいな、全員インタビュー撮ってんの。グラディウスインタビュー撮って、 そうですね。監督インタビューも入ってんだ。へえナンバんですね。で、えっ、ー、と、チームアトラス、えー、チームヘラクレスっていう感じでね、えー、それぞれ全メンバーじゃなくて、監督と代表の え代表メンバーがコメントしてる感じか。ニーナちゃんとグラディウスニーナちゃんが書いてて、ま,あまあ天下さんが取材欄の方で書いてるけど。で、えっと、とラスはズンタンと、えっと、村上監督と、えっと、メイカちゃんか。メイカちゃんが書いてるね。で、えーっと、ヘラクレスが、まともと監督のコメントと、あネルちゃんね。で、ゼウスは、天宮が書いてんだ、え。ー 読めばかなるほどね。で、えー、で、えー、アキレスは、そうか。あの、多分あの、情報が入ってなかったからかな。うん。ね、文字情報でたたっと入ってますね。えー、という感じですね。なるほどな。うん。すごいな、もう。ページ数48まで取ってある。10?11 ページ撮ってある。すごいな。ええー。で、あとは、えっ、ー、と、 その次が、えー、FGO のやつが入っておってとか、FGO の情報に、あ、イリアムか。はい、イリアムね。うん。あーのー、うちの、あのー、よく仲良くしてる、えっ、ー、と、千匹さんね。千匹さんもイリアムの方で今、メインでやってますもんね。そう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 。えー。で、馬娘ね。 すごいむしろ今ちょっとねなんかえらい大揉目になってますけどそれこそコナミさんと大揉目になってますけどあとはプリコネ、うん、うんとか数あったってって感じかなるほどなっていう感じですねプリコネとかになってるでえー、とは漫画がわーっと載っておってっていう感じですねなるほどなそういえば そういえばあれか、開きが変わってるね。あのー、新しい、今のコンプティークって、こっち開き、えー、いわゆる縦書き用の開きですけど、昔のコンプティークってそういえば横開き。 そうか。フォーマットも横書きのフォーマットでしたもんね。こんな感じで。えー、っていうのが実は違うんだな、というところですね。っていう感じで。まあ、ですから、まあ、やっぱ新規とか VTuber とかで、ね、やっぱそっちの方とかの特集が非常に増えてるっていうのが特徴なのかなってところですね。じゃあ、これがね、20年前のやつだとどうなのかっていうところでなんですけど、えー、こんな感じですね。表紙は、えー、これはカノンか。えーですね。 えー、だいぶ時代を感じるな。カノンがドンと来て、これはアニメ放送開始ってなってますけど、いわゆる、えー、と、共和2版じゃなくて、えー、と、東映アニメーションか。東映アニメーション版っていわゆる、昔の初期に放送されてた、えー、アニメの方ですね。えー、そうそうそう。えー、と、共和2版はね、持ったと。えー、と、だって、あの、うちの動画で、えア、ー、と、エアの、えー、と放送があった後ぐらいに、えー、と、 投稿したのが、えーとね、YouTube の方にも上げてあります。えー、YouTube アーカイブって形で2011年に撮影した動画で、えー、とかで、ね、なんかごぼうしに似てる動画とかあったりしましたけど、えー、とそれが、えっ、ー、と、Air が放送された後ぐらいだったんで、あれはもうちょっと後か、あの頃ぐらいにカノンがやってたかなぐらいですね、今日は2番の確か。だったんで。 そう考えると時代を感じますね。で、えっ、ー、と、他の特集がね、まあ、こういう表紙はあると思いますけど、えっ、ー、と、他が、えっ、ー、とこ、えー、何が載ってるえっ、ー、と、別冊付録はピアキャロットへようこそ 3! ピアキャロ 3! 懐かしい <laughs> ピアキャロ3だようわー <laughs> うわー懐かしいなーえー、っと、ありましたね。 アキャロス3とかで、えっ、ー、と、他は何が載ってるえっ、ー、とね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ドットハックがね、今出りました、連載コミカこれで、ね、で、えっ、ー、と、あとは、やりコミゲーム最前線ってのは、大悪事。大悪事っえっ、ー、と、大悪事ってアリスソフトか。うわ、懐かしいなぁ。 のえー、とこれは、えーと、いわゆるコンシューマーバンクかなあの前年齢向けで、えーと、プレステ2だったかなんかで、プレステ 2! 時代的にそうだ、プレステ2だ、確か。だってドットハックもそうや、プレステ2だと思うね。うわ、あー、3ですらねえよ。<laughs> の時代のやつですね。で、あとの他にもちょっといろいろと特徴が入っておって、えーっ,とえー、っと、あと何 えー、クラナド最新商だからこれあれだ。クラナドが延期に延期に延期してた頃だ懐かしいな。えー、だからまだ発売になってない。だって発売された時大学生で、えっ、ー、と、大学年とかだったのから後ろもドットハックね。えっ、ー、と、こっから2年ぐらいまだされたのか、さらに。長かったね。これめちゃくちゃ延期してたもんね、そう。カノンの後継作品ですね。カノンの次の作品か。えっ、ー、と、エアーカノン。エアーカノン、クラナドやもんね、そうや。 だから、ここはすごく空いてあるんですよね。だから、すごく表、ね、あの、ハードルが上がって、さらに、えー、ボイス、あれ、ボイス入ってなかったんだったっけ、最初は。一番最初入ってなかったよね、確か。もう、ちょっと古すぎて、懐かしすぎて覚えてないですけど。で、えー、いうようなところで、で、他に載ってるのが、えっ、ー、と、スノースね、懐かしい。<laughs> ま懐かしい。 あ今でも多分ね歌うと思いはね、あの、スノーの曲とか思い出す、あ懐かしいなあったな、えー、と、あのー、えっと、松谷さんだったっけ松谷幸さんだっけうん、スノーの曲だってのね、懐かしいなあ,あったね。うん スノーはね、えー、とスタジオメビウスっていう会社さんがやってるところで、えー、スノー以外何か有名なんだっ,っけ、えー、とねここの姉妹ブランドでスタジオリングっていうところがあって。 あれリンえメビウスとリングがあったよな。えっ、ー、とね、ここね、あの、実はね、あの、ビジュアルアート系なんで、実はカノンと同じ、あの、母体的には、えー、一緒のグループなんですよ、資本系列的には。で、そこのところで、あの、端シャとか作ってるところがさ、スタジオリングがあれやってたんだったっけゼロってブランドでやってたっけえな、ー、んだったっけなスタジオリングなんかあったよなの、そのあたりとか、まあまあ、あったんでしょうね。うん。 しいで、スノーがあって、は懐かしいな。これ、も売れましたもんね、スノーも。えー、だから当時は、あのー、それこそ、えー、カノンがね、カノンがたい焼きで、カノンがたい焼きで、えー、カノンがたい焼きだろ。んで、えー、で、アンマンなんだ。スノーはアンマンなんだ。アンマン、アンマンはここ、命の源だよっていうね、名言がある。えー、アンマンだろ。で、ん でカノンに肉まんはカノンかそうだね 肉まんはかんのんだりそうだから肉まん派かアンマン派かみたいなねやつとかありましたねなんか好きなあの鍵っ子妖精あったね鍵っ子妖精葉っぱとかねわかるかな今の子絶対わかるな一回このあたりの昔のオタク用語を解説するっていう動画も作ろうか簡単にできるよこれだったらいくらでも覚えてる昔のことだったらうんええー、興味ありそうだったら、ね、あとは何えー、えー、と春の新作っていうので上がってるのが ヤドカリ台風なんだヤドカリ台風ってなんだスカイヤドカリ台風ってどこだわかんない。あ、ミルキーウェイ2はわかる。えっ、ー、と、これはね、えー、とウィッチっていうところが作ってるやつで、えっ、ー、と、もともとミルキーウェイっていう作品があって、2で、2が一番売れたよ。これは1よりも2の方が売れたな。で、3はちょっと期待度高すぎて、ちょっと、えー、落ち目、もうね、メーカーの方がちょっと、あの、 結構スタッフさんが抜けたりして、ちょっとガタついてたらしい。だとその辺りは業界関係者の人から聞いたことありますけど。なんで業界関係者の話が入ってくるんやって、あの、私が発注をやってた兼ね合いですね、えー。そんな兼ね合いで、まあ、言うて結構、あの、えー、近いね、情報筋のところとかも持ってましたんでね。うん。ミルキーウェイでしょウィッチでしょで、爪、えー、うん白爪草話、なんだったっけ白爪草話、どこだ 思い出せんで、ダカーポだ。ダカーポがここでスタートなんだ。そう、あのダカーポのが後ですよね。あのー、カノンとかよりね。うんと、エアカノンより後にダカーポで、えっ、ー、と、その前に、えっ、ー、と、カノンと同時期ぐらいに、ゲームのね、ゲームの発売が同時期に、えっ、ー、と、スイカが。スイカがあって、スイカがあって、ダカーポが出てきて、このあたりでいわゆる7503。えー がドドーンと出てきてね、えー、一気に一大勢力になっていく。ね、まあ、ダガーボはね、今も続いてるね、えー、人気シリーズ、つ,ついにファイブに入りましたもんね。えー、長いこと、長いこと、もうシリーズ全作合わせた一体何百タイトルあるんだっていうぐらいある、えー、もうロングリリーフ作品になってますけど、それがスタートしたのがちょうどこの時期だったのか。えー、とね、表紙とかはね、懐かしもアクエリアンエージュ懐かしいな。 うんね、こっちシスプリだもん懐かしい。ね、え水木奈々さんといえばね昔といえば水木奈々さんといえばシスタープリンセスのアリアだったんですよ懐かしいなこれまだアリアカニうまいかアリアカニうまいかそうだねうんまあなんならこの頃おお前一番押しとったんだアリアって言われた昨夜なんですけどね <laughs> 懐かしいなお兄さんはって呼ばれたかったんだよね 実の妹はね、呼んでくれやしませんからね、多いかお前しか言われませんからね、えー、ということでございますよ。えー、そんなことを置いといてあの。妹と、実の妹と妹キャラは別物ですからね、あのねこれはね、あのこれ世の,あの妹を持ってる兄なら全員がね納得することだと思います。妹と妹キャラは全くの別物。うん っていうことは置いといて。えー、で、カノンが、えー、と、DVDVHS、VHS で発売してた。懐かしい、ね。っ、えー、と、これが、えー、東映アニメーション版ですね。えー、まあ、当時だもんね。うん。懐かしいな富士テレビが深夜2時25分から、関西テレビが2月12日、毎週火曜日2時45分から懐かしいですね。で、ツバイ。ツバイが、 これ、どこだっけズバイ、えーっと、ファルコムああそうだ、ファルコムだごめん、これは、あのごめんあの、覚えとけよって言われたらすみません。うん、そうだな、ファルコムのズバイはさすがに名作だわ。これはあの、やったことない。ごめんなさい、やったことはないんだけど、うん、これは、うん、おいおいおいって言われますね、同世代からは。ああ、そうだ、あったわ。ああ。 で、これは七瀬葵さんですね。ああ、そうだ、当時といえばね、七五七ん七瀬葵さん、えー、君塚葵さん、えー、んと、あとは、ど、えっ、ー、と、あとは、鈴平洋さん、だ鈴平さんと、あとは、あーえっ、ー、と、名前忘れた、シャッフルの人。ああ、やばい、えんんんんん 西本葵さんか <laughs>、ねえー。とかね、この辺りとかがね、えー、まあ、が強かったあれだよね。あまあ、うちはメインでおってたの誰かな。当時っていうと、えー、愛嬌か拝嬌だから、菜々成さんとかをおって、えー、っと。 あ当時一番はあ、芋むやか。あまり、あね、18期の話だからあれだけど、あっちは18期専門のところだ。だからそれで昨夜ですよね。そうちょうど芋むやさんが昨夜本とか書いてた時代ですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、東ゆきさん、東ゆ先生がね、えー、ちょうどそれを書いてた頃とかがこの頃かな。あ、もうちょっと後かあれ。2004年ぐらいか。2年後ぐらいか。もだもっと前か。で、えっ、ー、と、 ちなみにさっき言ってたやつが、えっ、ー、と、ヤドカリ台風がオービット、カクタス、オービット聞いたことあるな。で、えっ、ー、と、スカイはチェリーソフトだ。あったチェリーソフトえっ、ー、とね、終盤は、えー、結構両足のに走ってたイメージが強いんですけど、えっ、ー、とね、ここのエシさん誰だったっけえっ、ー、とね、ここのエシさんが、 えーっと、カナリアとかの時代ね、懐かしいね。ここは、えー、その後、ここのチームが、えーえー、っと、グリングリーンとかで有名になってたか、えー、ところとかあります。可愛いいが、えー、っとね、えっとね、イラストレーターさんがね、えー、っとね、18大丈夫十八期のイラストはねえや。えー、っと <laughs>、えー、えそう、えー、っとね、ここは、えー、っと、アニメーションの、えー、っとね、 ここはチェリーソフトって意外と早かったな。ええー、と、ええー、とね、チェリーソフトはね、イラストレーターさんがね、ええー、とね、この後実はそのシャッフルの西松さんとかがいた、えー、えー、と、えー、とえー、と、ネーブルの姉妹ブランドのライムっていうところで、ノストラルダムスに聞いてみろとか書いてたりしましたけどね。 で「ノストラダムスに聞いてみろ」のテーマソングを歌ってたノミコさんが、えー、のその後に歌うのがバッドアップルですからここでやっと動画の黎明期につながってくるっていうぐらいですもんね。懐かしいな。あったな。あったね。そう。バッドアップル歌った時びっくりしたもんね。うん、この声誰だと思った。えー?「ノストラダムスに聞いてみろ」のテーマソングのあの子っていうね。うん、そう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 。いうのがありましたね。えー、っと、私はともあ,あ イラスト見たら思い出した。ここも、えっ、ー、と、有名どころではあるな。えっ、ー、とね。ここはね、えっ、ー、とね。えーっとね、これメーカー名。えっ、ー、とね、イラストでメーカー名が思い出せ。もうダメだ。うわー。えっ、ー、とね、ここはね、えっ、ー、とね、ブランド名聞いたらね、絶対わかるんだけどなー。 と、そう、えっ、ー、と、機体とかの、えぇ、ー、やっ,とって,載ってたノッチさんですね。で、えー、っと、メーカー名が、メーカー名、あれ、なんでメーカー名が載ってないの、むしろ。えー、っと、うーんと、メーカー名がどこに載って えーとねここのスタッフさんはね、えーとねこの後何だったっけあれが有名だったんだよな。うわぁ、思い出せや。あリトルウィッチ、リトルウィッチ。ああ、あそうだね、リトルウィッチのところだよね。えこれもリトルウィッチのブランドで出してたっけえっ、ー、とねー、 たた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 トトメーカー名とか書いてないのねミルキーウェイとかは、えー、当時らしいねえっ、ー、とあんまりそこら辺とかの情報がミルキーウェイはィ、えー、ッチだよねであそっかこっちに書いてあるかいここの 基本情報のところにあ書いてない、ね、基本情報のところに書いてない、ね、リトルウィッチつかんならウィッチのウィッチが出してたミルキーウェイの後ろに横にリトルウィッチでつなげてあるんだこれは狙ったのかなあーえっ、ー、と懐かしいな特集順で言うとカノンがドンとあって CD ドム、えー、スクリーンセーバーとかが入ってます懐かしいな 桜の木の下とかこのこ頃がちょうどいろいろとうちもゲームソフトについて調べ出していた頃ですからね。うん 案外ね、高校時代はね、まあ、かのエアとかあの、えー、エアはね、特に、あのー、聞いてはいたんですけど、実はね、そっちの方にあんまり行ってなくて、まあ、あのどっかでも行ってますけど、あの少女漫画系がねあの、よくメインで追ってたんで、うん、実はあんまりこっちの方に行ってなくて、その代わりにフルーツバスケットとかね、当時だとフルーツバスケット、にカかカかいとジャンルとかを持ったとか、えー、になってくるから、もうちょっと前だと、えっ、ー、と、フルバえー っっとますぐに行くとかもあの、えー、やってたし、ラブコンもちょっとあとか、えー、ラブコンとか別まだとねえー、っと花より団子ね花,花団うんで、えー、あとはなんだえー、っと,ララ,、えー、っとカカかララがカレカンのかララがカレカンとか前世紀の頃かな、うん、っていうぐらいの頃ですんでそのたりとかをっおったんで実はあんまりちゃんとチェックしてなくて大学入ってからなんでちょうどクラナードから初めて買った。 多分新作であの最初に初めて買ったのは、クラナロでスキーだと。うん、まあ、だからそれまでに大学生になってからでチェックはしましたけどね。っていう感じですね。で、えー、なんと、このクラナロ特集号、何がびっくりするって、あのー、何がびっくりするって、えー、新キャラ情報として出てるのが、ともよですよ、夏。 そうだ、トムよ後出しだったわ。そう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 。あった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 。最初はいなかったのね。うん。そうそうそう。そうですよね。懐かしいなぁ。で、可能がはって、で、えー、そこから新作情報で、えぇ、ー、やるか台本ってどこオービット、あ、かっきくうす。これ知らねえなオービットってなんか聞いたことあるんだよな オービットって名前で、その後なんか活動してましたっけちょっとすみません、さすがにちょっと、うちも、ちょっと覚えてないけど、もう一番最初に来てるってことは、ね、それなりにもちろん、えー、有名どころだして、なんかイラストも見たことある感じだもんなうん。えーっと、r b g k なんかなえー、なるほどね。で、スカイが、えー、っと、チェリーソフトで、えー、っと、これが、 えっとね、えしさんの名前何だったっけなえー、っと、しじ。えーえー、イラストね、よく覚えてて、あのね、あれとかが好きだった、チリソフトは。えっ、ー、とね、なんかね、ナーズさんに囲まれてね、いちゃいちゃラブラブするゲームがあったんですよ。あれとか良かったんだよな。あれとかは覚えてる。あの頃は うん非常に良かったな。でそこから結構どっちかというと両軸もに走って最後「キリエか」か最終「キリエ」あれのデモムービーが18ーバージョンと前年齢版があったんですけど前年齢版のやっつき感がすごかった。<laughs> お前前年齢ってなってるから、うん、あの <laughs>。 デモムービーどこで流すねんこれってうね。えー、いい感じでしたけどね。まあまあ曲も良かったしな。結構ね。うん。力の入れどころ良かったんですけどね。うん。時代を感じるな。うん。えー、っと。で、その次が、えー、っと。このあたりもチェリーソフトか。全部。そうか、スカイだもんな時代が。で、ミルキーウェイ2で。 ミルキーウェイ2は曲がね、えーと、アンセブか、アンダーセブン17っていう、えー、桃井さんですね、桃井春子さんが、えー、ボーカルを務めるアンセブが、えー、実はここはずっと曲を提供しておって、実はこのウィッチはとにかく曲がいいんだ実はその曲がいいメーカー有名どころさんってね、まあ、やっぱ曲がいいよねっていうのがよく言われるんですけど、まあ、えとここに出てくるカノンもそうですね、リアさんとか、えーねえー、カノンはリアさんじゃないか。 リアさんでっていうところで、えー、その後クラナードはリアさん、うん、行って、えー、リタさんがねリトルバスターズ歌ったりな、うんならその後ねガル,ガルデモでリサーチーですからねえー、えー、あれなんかもエンジェルビートですから、えー、キーのねこの流れのところですからっていう感じで音楽が良かったりあとはまあまあ有名どころっていうとね結構有名なコトコさんだったりとかねいろいろギガやったコソコさんとかいろいろあったりしますけどうんここのねえっ、ー、と そう、ウィッチは、えー、基本アンセブがやってて、で、そんな中でね、他のところがやってるやつでも、エンジェルノートとかね、のね、いい曲はあるんすよ。ええー、とね、片翼の天使とかね、あのあたりとかはね、非常に実は曲がいいのがあったりします。あまり知られてないですけどね。うん あまりにいいから、これで2個から作れって言って作らせたいやとか、4000再生とか言っとったらね、うちのチャンネルあれ1万再生ぐらいって言うのかなうん、あの2個通ってね。えー、<laughs> あれって、うちの再,再生数よりオープンネットになったことありますけどね。で、えっ、ー、と、白止め草話だったっけ白止、えー、があって、リトルウィッチですね。これはちょっともうね、さすがにね、チックしなかった。リトルウィッチっていうと、その後にね、あのー、なんだったっけなー えとね、ここねシステムがね結構独特なんでねあの話題にはよく上がってたんですよ。あのね、いわゆるあの普通にあの立ち絵がポンとあってポンポンポンとセルフがね下のところの枠に出てくるとかじゃなくてちょっとそのあたりとかもねもっとストーリー調でねわかりやすくしてあって、えーとね、後にライトが、えー、と導入してた、えー、とタペストリーとかで導入してたような感じのシステムとかが結構早く導入しておって、えー、非常に見やすいよとかっていうのは聞いたことあります。うん ね、えー、いうのは、で、えっ、ー、と、話は聞いたことあって、なるほどなしっていうシステム強いと,ところだったしですね。で、何だったっけ、あれ、えっ、ー、とね、あれが一番売れてんだよな、リトルウィッチと多分。えっとね、ちょうど F1C がキャンバス2っていうのを、ななおなるさんのイラストでドーンと出したときに、えっ、ー、とね、 一緒の発売日に当ててたのがリトルウィッチだったんですよ。これがツートップで、どっちを買うって言っても、まあ、そんなにかぶってないんで、客層がかぶってないんでね、うん、どっち派か、みたいなんで、わーってなっとった感じがあったっていうのでね。で、キャンバスツ行くかと思いきやね、山田さん、菜々緒さん、菜々緒さん好きだし、キャンバスツ行くんだろうと思いきやね、えー、まさかのその時にね、シンシアに行くっていうね、シンシアっていうゲームが出て、これや、こうやって、これ来るってって言ってね、えー、買ったらね、えー、っと、結構評判良かったんですよね、あれ。うん。そうそうそう。 選択肢がね、非常にシンプル、えー、なね、えー、シンプルやってた,ったなとか思い出しますけども、それはもうダイバートの話で。あとは、えー、とこれ、あ、なんて読んだったっけやべ、これニトロファンからこれえっ、ー、とね、えー、ニトロの、えー、これ相当初見の時、ハローワールドの後ぐらいか。ですもんね。えっ、ー、とね、これでなんて読むのね、気象外だったっけな。えっ、ー、とね、なんか、ね、ちょっと独特の読み方だった気がするんだけどな。えー、で、 えー、ですからこれが、えっ、ー、と、確か、ハローワールドが室渕さんのデビュー作でしょ、確か。あれじゃないか、デビュー作ではないけど、初期は初期です、それぐらい初期で。で、この、えっ、ー、と、だからこれを作ってる、その室渕さんが、だから後に、えっ、ー、と、窓紛作っていくね、窓ぎとか、あと、シャドーゲートとかねあ、シャドーゲートじゃない、シュタインズゲート、下着とかに、えー、作ってあの、わーっと一大人気になる、あの室渕さんの初期の作品ですね。うん この頃からニトロプラスはちょっと別格というか、えー、エロゲー、美少女ゲームっていうよりは完全になんか,かっこよさを追い求めるみたいなところがあったんで、えー、ちょっと美少女ゲームとしては完全に一線を期するところがありましたよねあの。ストーリー性とかもね、あの、まあ、もう窓巻きとかで有名になったあのストーリー性のところとかも、えー、ちょっとかなり独特なね、ところがあったんで。うん だからもうニトロ好きな人はもう絶対ニトロですよねっていう感じのところがありました。まあニトロと同じような路線で行けたところっていうとプロペラか。プロペラの、えー、とバレットなんだったっけえっ、ー、とん、シルバーバレットだったっけなん、んっけ、あとかありましたよね。うん、あれとかっあったけどなっていう感じがしましたよね。で、ダカーポなんだ。その次がダカーポなんだ。これがサガカスで懐かしいな。Windows98 だよ、だってまあ。えーで ネムだよね。ネムに、みはるに、さくら。ああ、懐かしいな。もう、ちらっと映ってやってるけど。ね。はい。その前のやつか、アルキメレスの忘れ物とか言ってもらうのもな。あったね。あと、あの、スイカ O157 章とかね。そう,そう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 。あったね。初音島通信とかやってるよわー。準備号だよ、ほら。こっから、いまだに続いてるシリーズだもんね。懐かしいね。で、あと、桜の木の下でね。えーと、これはどこだったっけ ワーズさんか。そう、ここはもう、えっ、ー、と、結構早々に、えー、なくなった、あの、メーカーさんだったはずなんですけど、えー、結構、ありったね、そんなのとかね、ね、えー、っていう感じですね。いや他は、えっ、ー、と、レビューで出てるのが、エルフオールスターズだといいじゃあったな、エルフ作ってたな。これ意外と人気あったんだよな。で、あと、2倍、日本ハルコム2倍、あとは、プリンセスナイツ。 あ,あ、ミンクね。あったね。コロコロはまだミンク頑張ってたよな。で、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、大戦略、えセ、ー、ブンか。があって、まあ、これは、えっ、ー、と、普通の、あの、一般理系ですけどね。あとは、スイート。どこだ、これ。シルキーズ。あった。シルキーズね。うん。 まあどっちかっていうと、黎明期、1990年代後半から、こう、ぼ、えー、ーっとね、一気に、えー、この美少女ゲームっていうのがばーっと復旧していく、2010年ぐらいがーピークって言われてるのかな、2010年、2011年ぐらいがピークって言われてて、そっからど、えー、んどん奨者芸とかが出てきて、そっちのほうからどんどんシェアを持って、まあ、今のような現状になってるって感じなんですけど。 のまさにあのー、いわゆる CD ドムっていうのができて、昔はフロップイディスクだった容量が少なかったんだけど、それが CD ドームっていうのになって、ある程度ボイスとか音楽とか入れるようになったよっていう時に、あのパッと、えー、ッを力をつけてきたのが、まあそこで音楽に力を入れるメーカーさんっていうのが強くて、えー、だから当時だったアージュ、ニトロプラス、ニトロプラスも音楽いいですからね。 いい本当にミツオプラさんご抱えで、えーに、えーと、そのキーもね、同じような感じで、えー、この2000年ぐらいからですよね、そのキーもその、えーと、エイアーが2000年だっけうん、すぐ、もっと前だ、もっと前か、1998年か、99年か、えー、ですもね、そんな感じですもんね、なーっていう感じと。うーん。いや、これ、あの、ダメだ。<laughs> 終わってか、<laughs> もう、細かいところがもう、あ、歌われるものだよ。あはは。 そっか。ワンね。で、あと何妹でいこうね。あ、これはあったね。うん。そうそうそう。いや、妹キャラにはここでありますからね。そうそうそう。実の妹には何のね、えー、期,期待も抱いては言えませんけど。<laughs> えー、で、なんだうんと。プレイテーション2。2001年12月に500万台達成。すごいな。 で、コミックマーケットが61だよ、えー。確かね、これ61が東京ビッグサイトでやってるけど、これ相当あれだよ。あのー、あれだよね。もう、 ギリギリビッグサイトに移ってきた頃、えっ、ー、と、その前が幕張メッセかどっかでやってたんだよね。からこっちに移ってきた頃ぐらいじゃないかな。ってそんなに経ってないよ、この頃って、多分。で、えー、あとは、ティオレン祭りね。はいはいはい。えっ、ー、と、ティオレンっていうのは、ィオラク連合って言って、アージュ、えー、ニトロプラス、さっきから話題に上がってる、アージュニトロプラスと、えとは、えーと、えー、なんだったっけ、えー、オーバー、んオーバークロックじゃない。オーバークロックじゃなくて、えっ、ー、と、<laughs> オーバードーズじゃなくて、なんだったっけえっ、ーえー、と、メーカー名神が出てこいや、えっ、ー、と、スクールデイズとか作ってたところですね。えー、あそこ、えっ、ー、と、書いてあるよね。えっ、ー、と、オーバーフロー、オーバーフロー、ごめん。オーバーフローとに、えーあで、アージで、アが君が望む永遠とか、マブラブですね。マブラブオールザとか作ってたところで、えー、スクールデイズ作ってたところと、あの、丸巻きとかで有名になったか、あの、ニトロプラス。 そういうことですよっていうここが連合なんですよね。同じビルの中にね事務所があるんですよね。うん、うん、で結構まあ持つつ持つ昔から仲がいいっていうねあれですね。で佐藤ひろみさんのやつとかがあってはあ懐かしいね。そう。 どこまで行ったっけちょっと今、小級規制を挟んでますけど、1時間近くにく去喋って何やってんだ他は何があるでも懐かしいなぁ。こうやって見てるとね、えっ、ー、と、世界エジス、人気シューティングというか、なんかありますけど、カードゲームフェスとかね、ああ、2002、ね、えー。パティスロ TV 登場。テレビにつなぐだけで本格的パティスロを楽しめる。そんなのあったの。 <laughs> 6800円で。でね、1五ジュニアとかて。1ジ,ジュニア <laughs> 次第だね。へんっていう感じですね。とかがかがっておって。で、ーゲームエクスプレス。だから、PC ゲーム系の,それのがね、VTuber の V の字もね、そりゃそうだ。<laughs> まだ。うん、2002年じゃね、うん、まだね、全然そういうのもないですよね。で、あとは何 エルフの人間恋姫の OV シリーズである恋、えー、姫と、えっ、ー、と、主題歌が寺田春日さん、歌手の、えー、ミロさんな。時代だね。そんな時代もあったね。えっ、ー、とね。そう、寺田春日さん、あれだね。そう、車のそう、真っ赤なちゃん、会ってたね。とか、ありましたね。 えーというところとかね、えワ、ー、ンとかね、のーブ懐かしいねで、えーと、ハイパーゲームを、いろいろとゲームの特殊がずらーっ,とあって、えっ、ー、と、ゲーム、えー、インデックス。すごいなあ。さすがに、うちもリアルタイムでパ、パあの、2000、これだとまだ高校生ですからね。うん。 聞い,たことえ聞いたことあるの出てくるかなちゃんと。妹で行こう。これは意見聞いたことある。というか、あの、あとね、あの、多少知ってるっていうのは、あの、PG ゲームのその中古の買い取りをやってたんで、古いゲームもやっぱね、多少やっぱ知識としてね、えー、持ってるところあるリアタイではさすがに折ってないですけど、えー、このね、何だっけ、エトスエトス、うん、聞いたことねこのあたりとかになってくるとも聞いたことない。どこ フォルテか。へえ、フォルテの初期作品なんですね。ええー、とかがあったりとかして。えっ、ー、と。で、歌われるもの。これはもう当然ね。えー、こ,こ,ここでちらっと扱われてるだけですけど、当然。えー、今もね、えー、2が出て、そこからもちょっと時間経ってますけど、今でもね、いろいろリバイバルとかが出て、えー、人気のね、作品になってる。ロングセラーすねここ。そう考えてると、ここなんだ。歌われるものって一番最初ってそんな前だった えーと、ね、2002年春発売予定ってなってますね。そっか。で、あ、そっか、2006年ぐらいにアニメがやって、それでコンシューマー版かアニメ化して、えー、そっか、それで、わとさらに人気に火がついてった感じか、でしたね。で、そこで、あのー、小山力士屋さんとかね、小山剛さんとかがね、出てやってましたね。懐かしいなー、うん。 で、あとは、バイパー RSR、知らねえ。バイパー、どこソニア。ああ、もうこの辺りになってくると、もうちょっと、うちがチェックし始めた頃にはなかったはず。ソニアとかは。えー、で、えー、だからちょっと拾いようがねえ。で、えーと、ここは、え親、ー、愛。親愛ってどこサイク。ああ、サイクは、きっり聞いたことあるな。うん。なんか、 有名なゲーム、なんか一本あったと思うけど、親愛もなんか聞いたことあるけどな親愛と言われると、どうしても水木奈々さんの深い愛の方がね、えー、やはりね、頭に出てきますからね、えー、っていうところですね。うん。で、えっ、ー、と、だからスペックもあれですもんね、MMX の Pentium166MHz とか、メモリー 64MB 64でいいんですよ。すごいよね。今、うちのパソコンが 16GB。 ん16ギガ。だってね、言ってる。8ギガとか3ギガじゃあね、重たいあの、重たくなっちゃうよって言ってる時代にね、64メガバイトとか言われたら、だってうちの今持ってる最古のパソコンが16メガですからねあ。一応ね、奥の部屋に眠ってますよ。ね、とかありますね。僕と僕らのな夏次が。これも、ライト。あ,あ、ライトだ。はーち。この頃ってこんな感じのイラストだったんだ。イラストレーターさんが変わってるのかな えっと、あ、富士山とじゃ変わってねえか。ええー、まあまあ、えー、っと、ライトはちらっと、えー、途中でも話題に、ちょ、ちらっと出てましたね。タペストリーとか、えー、名作って言われると何になってくるんだえー、っと、ルルルル,ルか、ル,ルルルル、いや、え、ライトの代名詞作品って何って言ったらいい どんちゃんが9とかがあっ,たあってあとは個人的にはタペストリーが一番おすすめですけどねあれが。 あのゲームシナリオとしてもまあ,あの賛否両論があった作品ですねいわゆる「うつ芸」って呼ばれるジャンルになるのかななんですけどそのねその、えー、主人公が結局、えーとえーとね、ヒロインがなくなる系じゃなくて主人公がなくなる余命制限をされるところからスタートしてっていう、えー、やつなんですけど、えー、あれもねほんとシナリオのね作り込みもいいしゲームのシステム自体もすごくよくてそのさっき撮ったあのパパパってあの漫画の,あの小回りみたいな感じ セルフが、ね、ポンポンポンと飛びれて出てくるような感じであのストーリーが進んでくるし非常に夜のあたりとかも良かったですねでシナリオもよくてっていうところで、えー、あれは曲も良かったですねうん、えー、懐かしいなというのがあってライトねが「僕と僕らのな」とかこれは相当初期作品だな。 ダムに沈むことが決まった山村で少年と少女たちと最後の夏休みが始まる、えー、それぞれの思いを胸に秘め彼らがその夏にとった行動とはまあやっぱライトらしさはあるね、うん、そのたりとかね、うん、結構あの滅びゆく世界だったりだとかその作品もねタペストリーも主人公が余命制限を受けて、えー、亡くなるまでの間にそのヒロインたちとどういう青春を過ごすのかっていうところとかでね、うん、あれもいいんですけどねうん その主人公の葛藤だけじゃなくてそのヒロインの葛藤の描き方がうまいんだよなここあのだから主人公がそれでだんだん病状が出てくる。最初はね病状の何のないか本当に俺半年で死ぬのかみたいな感じなんですけどだんだん病状が出てきてっていうところでっていうところで、えー、でヒロインの子たちも最初全然気づいてないんやけどえー、っと 誰かが診断書をちょっと物質かなんかに忘れた時にたまたまそれをちらっと見かけてしまってって、えー、でうのからあのその話が広まってでも本人がそれを告白してないってことは本人はいつも通りに親してほしいはずだからって言って、えー、本人は本人で、えー、そのその 普通だよ元気、あの普通だよ元気だよっていうふうに振る舞っていくし、それがだん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 と、ただ、ボロが出てくる。でもあの、そのボロが出始める前から、一応そういう状況だっていうのは、だんだんみんなヒロインが知ってくんだけど、子たちが知ってくんだけどっていう、そのあたりのね、葛藤の描き方とかはね、本当にうまかった作品なんでね、ぜひね、あの今やっても多分、全然見やすいと思うしね、うん、機会があったらね、ぜひね、ちょっと手出してみたいところですよね。えー あれは良かったよ、うん、かあのあんまりゲームプレイしないんですけど、あれは本当にちゃんとやりましたもんね。懐かしいなぁ。で、えーと、あとはヘッキサ。なんだこれどこソシエッタ。あーもうこの辺は全然のチェックだわ、おち。もうさすがに。で、えー、あとはニュー。メイドさんの学校。メイド喫茶っていうのが黎明期ですよね、この頃。えっ、ー、とね。で、 これはメイド喫茶じゃなくて、いわゆるガチメイドさんの話ですね。メイド学校に通うっていう感じですね。で、えっ、ー、と、どこサキュバスねあったね。サキュバスも当時はでかかったよね。結構いろいろいろとやってた気がする。うん。ただ、ちゃんとしプレイしたことない、サキュバスは。うん。えっと。あとは あとは何ああ、つまみ食いね。あったね。これはね、知ってる。アリスソフトだからね、さすがに知ってる。うん大。大手メーカーのアリスソフトさんですね。もうここはもう、あの、今ちらっと言ってましたけど、いわゆる黎明期が、もう本当に PC ソフトゲームっていうものを黎明期が作ってる、老舗オブ老舗ですかね。もう古いやつだとね、あゆみちゃん物語とかね。うん。あれ、チャンピオンソフトって名前でやってましたっけ名義。うん。途中からアリスソフトになってるんですけどね。 PC-9801 とか、それぐらいの時代の話なんで、もう、あの、本当に歴史の授業みたいな感じですよね。えっ、ー、と、当時の、えっ、ー、と、セクシージョイフさんが、あの、ゲームに出てくるっていうね、実写と、あの、CG のハイブリッドでやったっていうね、非常にちょっと独特なゲームだったりしたんですけどね。とかっていう感じで、結構ゲーム性に結構特徴を持たせるのも得意なのが、アリストソフトさんの特徴で、これも、えっ、ー、と、シミュレーションゲームなんですね。そうそうそう。 とかあとは、えっ、ー、と、ここはもう、大悪事とかね、まあ、いろいろとありますよね。有名なゲーム。うーん。な、んねえ、アリスソフトを、アリスソフトを代名詞するなら何だろうね。あ、これも難しいね。いやー、なんだ言われたら全部、うんってなるんだろうけど。アリスソフト、あ、大悪事とかがポンと出てくるけど。うん。あとは、えー と、あれあ、ああれえっ、ー、と、ゼルダじゃない。ゼルダじゃなくて、えっ、ー、と、なんかあったよな、うん。ちょっと、しまった。ポンと、出てこねえ。ダメだ。うん、アイスソフトのやつで出てこねえのはまずいな。うんとかね。えー、まあ、とにかくいろんなゲームがあります。えー 言われたらもう絶対、あーってなるんでね、コメントで書き込んでおいてくれたら、あーって、あーって、あーに濁点つけて、あーって帰、えー、ってきます。<laughs> で、えっ、ー、と、あとは、フラットオブーバーズ2ね、なったね、これね、PV が結構ね、あの、独特だったのを覚えてます。これもシルキーズですね、そう,そうそう。この頃、シルキーズは元気だってね。うん ちょっと、のちのちね、だんだんと落ち込んでいく。あのー、ちょっと理由は聞いてたんですけど、ね、ちょっと、原価家さんの体調が、なんか、あんま、うん、あなんか体調が、ああいう風量になって、みたいなのを聞いたことありますけどね。えー、っと、あとは、ライフ,フォックス、これ、ね、イラストなんかちらっと見たことあるんだけどな。インホワイト、なんか見たことある。天王寺狐さんかあー ああ、それで見たことあるんだ。ああ。へえー。全然この作品自体は知らないけど、千の実器ってさんよね、3年有名ですね。で、バイナリーポット、うわあ。あれ、これって、オーガストのデビュー作だっけ 新機軸のソフト登場ええー、いわゆるウェイ,ウェイトレスものまあまあ、どっちかというとメイド喫茶っぽい感じのあれ、ね、テイストだったんですけど、まだそのメイド喫茶っていうのが、今みたいにそんなに確立されてない。えーと、大須にはメイド喫茶ありましたよね。えー、けど、ええー、あとあのー、それこそ、まだ、ああそこ、あのー、秋葉原の有名な店、えー、えー、名前色忘れしたい。 今いっぱいありますけどね。まだそれこそ黎明期って感じでね。そんなに今みたいにいっぱいお店もあった時代ではない感じなんですけど。そう、別格王先生が出て、これが、えー、っと、これがデビュー作だっけバイナリーポットがデビュー作かこの後は、えー、っとね、ここはあのデビューあ代表作を上げやすいですね。あの、えー、っと、 えっ年取ると怖いね。毛りなね。夜明け前よりえ瑠璃のなとか。えー。夜明けなかな。夜明けなが一番やっぱし有名って言っちゃっていいんじゃないかな。夜明けなと、えー。あとはあげる。あーとはあれ。えーと、とと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 と赤いやつ。なんだったっけ赤いやつ。えーと。なんだったっけな。名前名前忘れるな あ,ーとかありますね、うん、まあまあでも、夜明けなが一番やっぱ代表作になってくるのかな、ここは。えー、バイナリーポッドの次の作品かな、夜明けなが。もうそれぐらいか。もうちょっと、もう間になんかあった気がする。うん、なんかあった気がする。で、ここは榊原優さんね、えー、曲でね、っていうのが、特徴的なところだったりしますよね。で、えーと、シヴァルツシールと FC だね、これ。どこ NEC? へえあ、高画像ね。はいはいはい、高画像か。うん。そう。まあ、ですので、えっ、ー、と、全年齢向けのね、やつでやってるところですね。まあまあまあ、あのゲームシステムとか、えー、っと、高画像っていうと、えー、っと、 あーあったね。有名なやつあるよあ。高画像スタジオで作ってるやつって言ったらね、言われたら全部わーってなるのがいっぱいあるんですけどね。うん、で、あとは AS エンジェリックセレナーシーだね。これは。あ、これも高画像なんだ。ごめん。<laughs> これは知らねえわ。でも、ああ、でもイラスト見たことあるわ。当時結構いろんなところ、ゲームショップとかに。てか、そっか。多分うちのおった店とかにもなんかポスター飾ってあったな、これ。な、うん、るほどな。うん であとは信長の野望が争点のこの違いですね。でファーランドシンフォリーこの辺りとかも全部全然齢かな。えーなるほどね。どこをこれ作ってるのか。 TGL か。えー。ってことはギガ系列ですね。最近ね、亡くなっちゃったそうギガの特集もやりたいんですけどね。えー、そんな感じでまたメーカーごとにやろうか。ちょっとちゃんとデータもう一回入れ直して。さすがにね、ちょっと古すぎて、やばい、おじさんね、忘れちゃってるね。いけないね。あとは、えっ、ー、と、この後にはもうプラットフォームがプレイステーションになってるもんね、デジキューブのチョコレートキス。チョコレートキスってね。 チョコレートキスって言われたら、どっちかというとあれのザウスが出てきますけどね。中にいますよね。えっ、ー、と、畑明さんが歌ってたのよね。チョコレート、チョコレートって歌ってたのやつとかありましたよね。懐かしいなぁ。なんだったっけチョコレートデイズか、あれは。うん、チョコレートデイズだなったらね。た20円とかね。このあたりとかになってくると、プリンセスソフトのね、やつとかか。ドリキャスですよ。懐かしいなーうーん、とかがあって。で で、大役地がドンと出てますね。まあ、この辺りとかもね、夢なりになりましたしね。ツーバイとか、まあ、ですかゲーム系のやっぱゲームマガジン感が強かったんですね。デジコカフェがあるよ。デジコだよ。俺と同い年じゃない。同じ誕生日の2月8日生まれのデジキャラだったじゃないか。懐かしいなああ。ああ。とかがあって、ここはポケブル情報とか、オービットだとか。 カーネリアさんの特殊ページとかあるよ。すごいなぁ。時代を感じるなぁ。で、えっ、ー、と、カード入荷表。これはえー、X のビデオの案内とか、D、ビデオと DVD が発売になります。フルメタルパニックだよ。懐かしいね。うわぁ。えっ、ー、と、これは あここからいろいろと読者投稿のやつとかいろいろと、えー、お宅会話の入手情報ですね山本和也さんの、えー、投稿があったりだとかあ高瀬和也さんああアイブのですね。えー、この頃っちょっとなんだ この頃っていうと、アイブっていうと、まだコトコさんデビュー前か。えギリデビューしたからくらい。デビューはしてるか。うん。ぐらいの頃ですよね。わあ懐かしいですね。うん。で、えっ、ー、と、ギャラクシーエンジェルね、GA ですよ。アニメとかの情報とか、結構いろいろとやっぱ出てますね。うん。えー、ドットハックだったりね。 ノワールとかありましたね。えのもたっちゃんがフォトブック出してるよ。ああ、懐かしい。ねありましたね。そんな時代とかがありましたよ。いやすごいですね。いや、時代を感じるわ。ハードウェアで Xbox の,の解析とかやってますよな。なったすごいなと。 いった感じということで、何やかんやと1時間ぐらい喋ってるのかな。うん、っていうことなんでね。いや、こうやって見ましたけど、今のやつは今のやつで、結局、漫画、あとは、あとは、漫画以外、なんか、あった間とかに。あ、そうだ、ポスターが入ってるんでしたね。ポコピーに書いとくここのやつ。トラブルからポコ,ポコピーに書いとく時代を感じるな。 えー、あこんな感じなんだすげえでっけ久しぶりにポスターサイズのやつポスターやっぱ高いねそうそうでねあでもこれよくにして同じサイズじゃないよねこれよりでかいもんねうわすごいねポコピーかねすごいよねうんいやいろいろ頑張ってるなポコピーまあポコピーのね設置巡礼も <laughs> 実は気軽にできるんですよね。まあ,あの、あお湯豆のせいって準備が絶対的に楽ですけど、四日市なんでね、あれですけど、そのポコビの方の方が、それこそ、あのー、港口なんで、国道1号線で実はめちゃくちゃ近いんですよね、四日市からは。あの下道でストーンと来ますんでね。うん、あんなら新名,あ新名市で行っても全然行きやすいか、港区なんでね、今はね、甲賀港インターでね、ストーンと来ますからね。あっちのが早いや、ごめん、あっちのが早いわ、下道よりも、絶対あっちのが早いわ。 とかっっていうのがあったりしますねなんていうこと思いながらなるほどなすごいなあこうやって見てみるとこんなに変わるもんなんだね、ええ、20年20年あるとこんなにもオタク業界の事情も変わるんだなあってうん改めて思いましたねなるほどな漫画シリーズがほんに上がってるね、うん めちゃくちゃ漫画載ってるね。こんな風になってたんだね。いつの間にか。ね、えー、いつの間にこういう風になってたっけな。全然覚えてねえよ気をついたらこうなってたね。えー、っていう感じでございますね。ということでね、まぁ、あ、やっぱしね、こんじゃく見比べるといろいろと違いがあって、なんな PC ゲームの情報とか全然もう載ってないもんね。えー、っていうあたりでもね、時代を感じるなぁと思いながらね。まあ <laughs> もはや今やね、えー、ただ動画を投稿してるだけのおっさんなんでね、オタクと呼べるかどうかは怪しいですけどね、まあ、こんな感じで見比べてみると面白いこともあるなということでね、まあ、今後もね、なんかね、ちょっと翻訳比較とかね、なんかできるものとかね、あとはちょっと昔のオタク用語ね、それこそさっき言ったような葉っぱきとか、そのあたりのね、昔のネットスラングとかそういうようなのね、ちょっとね、説明するような動画とかも作っても面白いかもしれないな、なんてことをね、思いながら、えー、そのあたりとかもいろいろとやっていけたらなと思っておりますのでね、またね、 ね、これ良かったなと思っていただけたらねまあ、今回の動画はねこれぐらいで示させていただきたいと思いますのでまたね良かったら高評価とかね、えー、チャンネル登録とか、えー、していただけると非常にありがたいなというところでございますのでどうぞよろしくお願いいたしますということでねこの動画これぐらいで示させていただきたいと思いますご視聴ありがとうございましたう1時間13分しゃべりきったねこれ40分の収録やった直後に撮ってんだけどね <laughs>